あのシェリフってなんか言ってたような気がするんですけど、これ密告します。なるほど。お前汚ねえな。汚ねえ。オケマル。オケマル。オロチマルが言うか。オケマル。オロチマル。オケマル。オロチマルって。うわあ、クルーだ。ああ、クルーだ。ああ。うわ、クルー引いちゃった。あ、クルー引いた。クルー引いちゃったわ。クルー引いちゃって、美味しそうになっちゃって、あー。はい、ナイス。あら、やった。ありがとうございます。誰？どうしたの？なんか、シンジ君のいとこみたいな。すいましたか。なんかトンボハンみたいな声が聞こえる。そうね、武器が信じせん。うそくそく。生き地獄だよこの時間。ずずさん早く。何の時間だよこれ。あ、やっぱりずずさん人外かな。誰がゾゾやお前。誰がゾゾタウンの前澤さん。あれずずさん一発ギャグ。一発ギャグやってくれるんですか。ずずさん一発ギャグ。あ。ええ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 。これおい何やった何やったんだよ。教えてほしい。ははじゃないのよ。教えてほしい。じゃあ10秒ぐらい待って、ちゃんと渡すから。分かった分かった。うん、いやいやいや、まとめいい。いやいやいや、ボタン。さあ答え合わせの時間ですね。やってるな。やってんな。やったな。やったな。僕にでも分かりますよ。あとよく釣られなかったね。あんなぴったり同点になる。あんなぴったりなる。そんなことあるんだ。え？あー面白い。え？全員スキップに入れて数えようぜ。何秒入ってる。そうですね。数えれるか？数えれるか？大丈夫か？動体視力いけるか？じゃあ僕ずずさんに入れます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。おい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 。わけわからなかった、わけわからなかった。俺やめてくれ。俺ふざけんなよ。マジでマジで。隠れたんや、ちゃんとエレン。おいマットメイヤスナパイ。おい、ちまん、もう言うわ。スナパイがマットメイヤ。あー、理解理解、わかりました。これやばい、マットメイヤ。さっきみたいな。ジップやったんやったっけ。スキップに9だった気が。スキップ9で中野さん11、ズズさん1ってことはもうメイヤー11票持ってるってこと。これさ、悪魔の提案していい、はい、いや、ね、今上半分、ミサトランからタケさんまでの6人は今日無投票でやってみない、うん、あー、なるほど。それであのいや完璧やその理論、うん、で下の5人、はっちゃんから詩人さんまでの5人はスキップ禁止で。誰に言ったらいいんですか。それは誰かが連れてしまうのでは。そう、誰でもこの提案してるし、あの上に人外がいた時俺の提案が悪い提案になっちゃうので、上の6人の誰かに投票するみたいな。そこにもしイビルメイヤーがいた場合は分かるってことになるから。確かに。とりあえず、じゃあとりあえず入れよ。じゃあ僕と、うんうん、僕も入れますね。本当に適当に入れたわ。無投票でいいんですか。そう、そのまま上は。上半分はそのままや。それ29だよ。おお、ミサトランがずれちゃった、シンプルに。シンプルにミサトランずれちゃった。シンプルにずれちゃった。え、マクってやった。上にいるのが確定。上にいるのが確定で、暴られる。遅くないね。メイヤーゲームが始まってるな。メイヤーゲーム。メイヤーゲーム。メイヤーゲーム。さて、先ほどのターン、下にはいなかったけど。メイヤーいないじゃん。じゃあ上に、まあ、いるよ。ことになりますね。上です。間違いない。マットメイヤーがいるよ。あんな提案しといてあれなんですけど、マットメイヤーは僕なんですよ。きったね。うわ。うわ。8。待って待って。そうか、10票だからもう絶対同点になるんや。そうです。だナイスゲッサーいそうなんで、僕は打たれてもいいけど釣られはしなくなりました。むずなったね。僕たちどうしたらいいんですか。投票で勝てないってことは。
いやでもワンチャンシェリフいるかもしんねえんだからもうそれにかけるしかねえ。だからシェリフ釣られないように。本当にライアーゲームになる。なるほどなるほど。シェリフいます。ちなみに俺ガチ来る。俺もガチ来る。シェリフ、シェリフ来るです。あでもこれシェリフですって言ったら入れられちゃうんじゃないですか。来るです。確かにシェリフ、シェリフです。これガチ来る。あ、そうシェリフです。僕ガチ来るって言った人に投票しますね。ガチでシェリフですよ。ガチでシェリフです僕は。弱い。死にたくなさそう。騙し合いバトルに弱すぎるよ。まだ喋りたい。完全にインポスターやん。さすなパイ様、釣りたい方をお選びください。切ったね。切ったね。釣りたい方をお選びください。私、あなたに誠心誠意お使いいたしてます。どうしようかな。ガーニャ、ポンテさん。私がボタンを押して差し上げました。ポンテさん、切らないよ。どこ出てるわ、人間の。スナパイ様、あの、なんといった人を釣りますか。これセリフを密告したものを褒めたたえよう。まあまあスナペイ様、うん、まあスナペイ様誰を釣りますか。とりあえずシジュさんは釣らない。スナパイ様、どうしたの。どうしんくん、なんでも従います。お申し付けください。じゃあちょっと孫悟空のモノマネして。うーわー、そっちかー、そっち。うわーきついな。孫悟空が締め付けられてる時の声をしました。やっていやっから言うんや。なんで後出しで、なんで後説明なの。珍しいな、後説明。でしたね。でした、でしたじゃねえ。おこれ、その場合さ、結構血圧が上がるんだよね、このものの真似は。息止めるんで。ああ、でもありがとうございます。ということは、あの、さっき、はっちゃんがシェリフって言った時に、チュワンちゃんもシェリフって言ったような、シェリフこと、あの、シェリフってなんか言ってたような気がするんですけど、これ密告します。なるほど。お前汚ねえな。汚ねえな。悪いなみんな。汚ねえな。どうなんだチュワン、嫌にならない。生きてくの。マジで生きてくのか。ご主人様、ご決断を。チュワンに投票しよう。マジか。やばい。え、今さ、え、チュワン、汚い。汚い。汚いね。あれ、あれ。あれインポスター釣れたかこれ。スナパイ。あれでも面白い。汚ねえよ。え、マット守ります守ります。インポスター全滅しました。どうか。タイヤリでした。通報します。あれ、何でしたに。いやー、全然カードがスナパイ、おいスナパイ、おい見ろ。おい、スナパイ見ろ、約束。ミーティングルームです。おい、何してくれてんねん。何してんねん。アピールしてよ。アピールできるか、こんなんね。スズさん、スナパイさんをやったのはシェリフの僕です。信用できる、信用はないよもう君に、きっと。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、トッシンさんをシェリフで撃ちまーす。あ、嘘つきだ。マットメイトだ。もうダメなのよ。ちょっと待ってください。チャーさん、サントさん、サケさん、ズズさん、さっきスナパイさんに媚び打ってた詩人さん、汚いと思いませんか。僕はあれは誰と思いますか。あなたに言われたくないよ。どの口が。あれ示すとか。シェリフです。違ったじゃん今。トスカポテさんってカードってトスカポテさん絶対これ嘘ですよ。嘘ですよ。嘘ってどういうこと。嘘で自分で自殺したってこと。はい、僕に言ってないはずです。僕さっきトサポンテさんにサントスさんちょっと怪しいっていう風に言ったんですよ。人狼かも、人狼って言ってましたって適当に言ってたんですよ。でもサントスさん、そこは本当に助けてください。
僕は主人さんがスラパエさんにあんな言い方してたのが許せなかったんです。もうこんな悲惨な世界は見たくない。手首ねじ切れるぞ。決断を。すごいね。汚い金稼いでる人じゃん。いや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 、これは人狼この中にいないんですか二人。釣られてんだよ。人狼は多分知らん。言わないし。あ、中落ちさんいるんです。ご主人さん、今は二人目。ああ、ナムアミダムズ。めちゃくちゃやん。めちゃくちゃやね。はい、終わりでーす。やばー、マットメイン。やばー。強すぎー。じじじじー。さてはいいか、勝てば。味方釣っとるやん。二郎釣り上げてる。二郎釣り上げてる。適当に、そうなよ。適当に投票してるだろうけど、全部ジンガよ。仲間よ。ノッチさん、ノッチさん、チュアンさんで投票しました、ね。すいません。だよね、2回連続で投票された。うん、ゲスターのこと忘れてましたもんね。ゲスターなんだったっけとか思いましたもんね。実は村人の仲間だった。